皆さんこんにちは、こんばんは、ございます。佐々木よくチャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。今回はですね、ハードオフで、買ってきたものの紹介になるんですけれども、まあ、ここにちょっと、映ってますけど、こちらですね、はい。ゲームコンピューターポストドクトーラル F09 ということで、まあ、ハードオフでこうパッと見た時は中古のグラボかなとか中古のなんか CPU のマザーボードかなと一瞬思ったんですけど、まあ、パッと目をこっちの下の方にずらすとですね、キーボードがあってで、まあ、こうカセットっぽいのがあってでガンコンっぽいのがあってで、まあ、ここにパッとゲームパッドが2つあって、まあ、なんかマウスがあるぞということで一体これ何者だと思って、まあ、一応ですねこの商品名ポストドクトラル F09 これで検索してみたらばなんとこれファミコンの互換機らしいぞということで、まあちょっとねなんか詳細不明なものなんですけど、まあこのだけちょっと箱が大きいっていうのは、まあ要はこの多分キーボードこのサイズがあるから、まあ、こんだけ箱大きいんだろうなっていうのは分かるんですけど、ちょっと中身が全然よく分かんないんで、まあ、とりあえずですね、買ってみたわけです。じゃあまあこれちょっと開けてみましょうか。はい、というわけで中身はこんな感じになってますね。はい、まあ、パッケージもあった通りキーボードと、まあ、ガンコンマウスでゲームパッドが2つで、まあ、ここに、まあ、ゲームのカセットかなというのがありますけれども、じゃあこれですねちょっと電源つないで、もう一回どうか見てみましょう。ちなみに付属のカセットは2つあって、片方が、エデュケーションコンピューター2048-1ということで、まあよくパチモノのカセットにありがちなこうゲームがいっぱい入ってて、遊べるやつなのかなと。でもう片方も、これは1101000000101100000100000199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 
いかにもパチモンだなという感じが あるわけですけれども、はい、カセットは2つですね。じゃあまずこれコンピューターっていうか、まあ、ファミコンの互換機ですけど、まあ、一応コンピューターの手をしてるので、これ最初カセット入れないで電源入れたらどうなるかっていうのをね、ちょっと見てみますか。じゃあこのキーボードのここに電源ボタンがあるので、これを押します。ちょ、はい、まああのキーボードの、電源ボタンだけを入れても、あ、こんな感じでね、機械の模様、機械の模様が出るだけで何も映りませんと。じゃあまずはこっちの、非常に怪しさマックスの96何がし E1 をこうちょっとやってみましょう。はい、これをまずスロットにと挿しまして、これでちょっと電源入れてみましょう。はい、一番上にオリンピック2000で10100100万100万、パッケージには9億何がしって書いてありますけど、100万インバーンになってますね。はい、でまあありがちなことですけど、まあ、そんな100万も入ってるわけがなくて、実質入ってるゲームはまあ5種類らしいですね。はい、まあこれ非常にこう怪しいわけですけど、まあ、一番上がスーパーマリオで、その下 FIFA サッカー2000、オリンピック2000、ダックハントギャラクシアンということで、まあ基本的にはこの5本だけで、あとはなんかこうね、よくわかんないようなゲームが入ってたり、その、ゲームの、残機数を変えたやつとか、そういう数がこういっぱいこう入ってるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、とりあえず一番上のスーパーマリオですね、これをスタートさせると、
ちょっと画面非常にこう白っぽ見えてて、ちょっと分かりづらいんですけど、まあなんかタイトルが変えられてますけど、やっぱりこれどう見てもマリオですよね。じゃあちょっとだけやってみましょうか。音が全くないんですけど、これは仕様なのかどうか、これは故障しちゃってるのかなっていう感じがするわけですけど、まあゲームは普通にできます。普通のこれ、まあ、マリオですね、はい、普通に遊べるスーパーマリオですよね、これはね、はい、はい、ただこれちょっと音が全然出てないんですけど、なんでなのかなーってのはちょっと分かんないんですけどね、はい、まあとりあえずこれで一旦リセットかけましょう。でまあおそらく他のゲームも同じように遊べんでしょうけど、まあ FIFA サッカー2000とかありましたけど、いやそれからファミコンのサッカーですよね、これね、はい、リセット。ダックハントもこれ任天堂のゲームだと思うんですけど、でギャラクシアンはこうナムコのギャラクシアンですよね、これはね、間違いなく当然社名を削ってますけど、明らかにこれはギャラクシアンですね、はい、バーンと。というわけで、まあ、最初のカセット、これは5ゲームだけ入ってる、水増しカセットですね、はい。じゃあ問題のこちらはどうかということなんですけれども、まあ、エデュケーションコンピューター、教育コンピューターとあるんですけど、まあ普通にこれは普通にゲームの入ってるやつかなと思うんですけど、よっ、ちょっと入れます。はい、エデュケーショナルコンピューター2000とあって、何やら宇宙の背景が動いてますけど、ここにマウスカーソルっぽいのがあるので、これをマウスをつないでマウスカーソル動いてますね、はい、でスタートとかいうボタンはないんで、左クリックしてみるとあの非常にこう安っぽいなんか Windows みたいな OS が立ち上がって、まず左上からいくとヒット ABC、 これはモグラたたきですかね、はい、 QBYPZ と、まあ言った感じで、これはキーボードで遊ぶモグラたたきかなと、はい、はい、で次がやっぱ音が出てないんですけど、なんかの歌ですね、これはね、はい、クリスマスなんでしょうかね。あ、ジングルオーダービルはジングルベルですね、これはね、はい、これが Right ABC、 これはなんとアルファベットの書き順が分かるやつですね。そんなのいるかっていう感じがしますけど、まあ一応エデュケーショナルコンピューターというなら一応ね、それも当てはまるかなと思うんですけど、で
これマインとあります。多分マインスイーパーですね。これはね。でまあこれはいわゆる Windows のサンプルゲームにあったマインスイーパーと全く同じものですね。はい、じゃあまあせっかくファミコン互換機なんで、まあこの付属のカセットだけじゃなくて、まあ実際にこのファミコンのカセットもね動くのかどうかっていうことを試したいんで、まあとりあえず、こちらマリオ3、それからマリオ USA、 それからまあ個人的にちょっと懐かしいアルマジロというまあアクションゲームなんですけど、こちらをまあちょっと用意したんで、それをちょっとチェックしたいと思います。じゃあまずはちょっとマリオ3からやってみましょうか。よはい、動きましたね。でまあ相変わらず色が白っぽげてるんですけど、はい、一応動きますが、やっぱり音が出てないんですよね、これね。はい、というわけで、まあ、普通に、まあ、ゲームはできるようです。はい、ましょう。じゃあ、マリオ USA。本当はここに軽快な音楽が流れてるはずなんですけど、音が出ないですね。はい、という感じで、まあ、マリオ USA もまあ多分問題はないと思うんですね。はい、じゃあ最後に、アルマジロ。はい、というわけでこのゲームも動作は問題ないですね。まあ相変わらず色が白っぽ上げてるのと全く音が出ないっていうのがこう非常に不安なところなんですけど、まあ、はい、というわけでまあ一応ゲームは動くことが分かったんですけど、まあさっき紹介してたあのエデュケーションコンピューター2048-in-1っていうカセットの方に、ここにですね G ベーシックってあるわけですよ。G ベーシックって何ぞやということで、それを開いてみると、はい、ここに G ベーシックバージョン 3.3B とあるんですけれども、これはもしかするとあのいわゆるファミリーベーシックのなんていうかハック版というか、あの改悪版と言っていいのかなのかなと思うんですね。でまあゲームをやる分には別にこの、まあ、コントローラーがあればいいわけで、ただそのゲームの中には、まあ、キーボードをこう使ったものはあるんですけど、まあそんなにこうねキーボードがダッとついてる意味があるのかっていうところではそんなに意味がないんじゃないかと思うんですけど、このベーシック、まあ、プログラムを組む言語に関してはこのフルキーボードをね、まあ、使うわけで、まあそれでこうねキーボードの意味が出てくるんですけど、じゃあこれがもしファミリーベーシックだったら、ファミリーベーシックの中にはいろんなこうキャラクターがね、こうプリセットでこう入ってて、まあそれを呼び出すことで、まあ複雑なこうプログラムを組むことなく、そのゲームの中のキャラクターにそのそのグラフィックを使ったりということができるんで、その機能があるはずなんですけど、それをねちょっと試してみたいと思うんですね。
じゃあこれをちょっと動かしてみましょうか。リストの10行目にエラーがあるわけですけど、ただここに亀井さん2つ出てきましたよね。というわけで、まあこれは間違いなくあのファミリーベーシックのまあ同じものというか、まあ、名前を変えちゃっただけのやつかもしれないんですけど、この10行目のエラーっていうのは、おそらくこのスタートラインに並んだ時に鳴る音楽の、設定があるんですけど、なんかそのプログラムなんか打ち込んだものと違ってちょっと文字が化けちゃってるので、じゃあその音楽を流すところを、カットして音を流さずゲームがスタートするようにすると、これでもう一回ラン。と今度はエラーが18,259 行目で起きている。いや、そんな行数打ち込んでないわけで、リストの18,259といっても何も表示されない。じゃあ画面を消してリストで表示させると、いや、そんな行なんて、存在してないし、リストは、60まで打ち込んでる、60って、まあ、6行目の番号のことですけど、そこまで打ち込んでるはずなのに、この10行目、10行っていう最初の行だけで終わってるし、あ、ここに、よく見るとここに17,235 番っていう行番号がついて、なんか変なプログラムがずらずら入ってて、多分これは1行目のどっかがなんか変な風に入り込んで、しかもこんなに長い1行になっちゃってると、っていうのはどう考えてもおかしいんで、これはちょっとあれですね、この機械自体のなんかトラブルがあるんでしょうね、はい。ただまあこのこれはまあファミリーベーシックのまあね、亜種というか、まあ解約版であるということは分かりましたね、はい、はい。というわけでこちら、よくわからないファミコン互換機だったわけなんですけれども、まあ、一応ですね、動作は、して、まあ、市販のファミコンのソフトもちゃんと、まあ、動くっちゃ動く、画面はちょっとね、見づらいですけど、動くことは分かったんですけど、まあ、これにですね、その、ファミリーベーシックが組み込まれていて、で、ちゃんとプログラムが動けばよかったんですけど、どうにもなんかちょっとね、動作もそこだけはおかしいんで、まあ、それはまあ仕方ないにしても、まあ、一応、ファミコン、互換機としてね、一応動きはできるみたいです、はい。というわけで最後までどうもご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。